10レース走られます青森の新田選手です。よろしくお願いします。まずは地区プロお疲れ様でした。まあ、すごい本数を走られてましたけども、まあ、あの後はまたここに向けてしっかり練習されると思いますけども、まあ、状態としては今どうでしょうか。まあ、結構練習のつもりで地区プロも本数走って追い込んだので、でまたその次の日もいわきで追い込む練習をしたので、結構いい練習できたんじゃないかなと、はい、思ってます。それで今回、まあ、やはりこの G1 の形になりますけども、昨年は準決勝で、まあ、敗退されたという形になりますけども、まあ、ヤヒコのイメージというのはどうですか。やっぱり直線が長いのはイメージがあるんですけど、かといってあんまり自分の走りっていうのは変えたくないので、まあ、いつも通り頑張ります。今回は今年は G1 の決勝もたくさん乗ってると思いますけども、まだ優勝が S 杯になってからないという形ですけど、そのあたりというのはやっぱり意識ありますかね。まあ、結構恥ずかしいことだとは思ってるので、しっかり優勝したいです。今賞金ランキングも9位という形で、まあ、ボーダーになりますけども、このあたりの意識も今ありますか。まあ、あんまり考えたくはなかったですけど、まあ、やっぱ周りから言われることは多いので、まあ、そこも意識しつつ、でもあんまり小さい競争にならないように、はい、しっかり勝ちを狙って頑張ります。明日の特選なんですけども、北日本は1人という形なんですけども、戦い方とか並びは何かありましたでしょうか。いや、まあ、自力で短期で、はい、頑張ります。わかりました。はい、では、4日間の意気込みをお願いします。4日間しっかり自分の競争で優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。